はい、クラコチです。今日は、インプラスタースポーツワゴン GC8 の、Oh, no. リアシートを倒して平面にするビデオです。では、早速やってみましょう。はい、そうなんで、当然、リアで、ですね。リアを開けたいと思います。はい、リアを開けて、ですね。これを倒します。倒すには、これを引っ張るんですね。はい、こういう状態で、リアシートですよね。リアシート。はい。で、リアシートのところに、お尻のところに、こういう紐がありますので、この紐を引っ張ることによって、ロックが外れて、ってこういう、上がってくるんですね。わっくるくなー。くるくなー。はい。上がってきましたね。はい。それで、これを、上げて、これ上げたら、これが動きますので、動いてわかんのかな動いてわかんのかな動くのわかんのかなはい。こうなりますね。ちょっと待って。こうに立ち上がってきましたけど、あれこれは、平面じゃないです。それはなぜかというと、このヘッドレストが当たってるんですよね。わかりますか？こうやって。こうやって。はい。このヘッドレストをどういう風にしたら、いいのかと言いますとですね、このヘッドレストは、この、前に倒すんです。よいしょ。はい。こういう風に。前に折れるんですね。わかりますか？前に折れるんですね。はい。はい。それで、ここの、止めた背もたれのロックを外して、はい。これで倒れていきます。これで平面に、ちょっと待ってよ。これで平面になりました。はい。わかりましたかね？ここの、ここですね。このヘッドレストを前に倒す。前に倒すね。はい。やってみましょうか。よいしょ。はい。前に倒れました。はい。ね。で、ここを引っ張ります。引っ張ります。この引っ張ってるのは、これがこう動くんですね。で、ここでロックが外れるんですね。で、こういう風になったところで、これを倒します。あ、ロックが。このロックを外して。よいしょ。倒れてきましたね。はい。よいしょ。はい、どんどん倒れました。はい。おいで。平面になりました。パチ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 。よいしょ。はい。これで、平面になりましたね。これで平面になりましたね。はい。わかりました？平面にする方法。平面になってますよね。ふふ。ふふふ。はい。これが、インプレッサースポーツワゴン GF8 のリアシートの倒し方でした。はい。わかりました？はい。ちょっと言われてますけど。これでかなり平面になって、いろいろとお腹詰めます。はい。はい。そうなんで、今日は、スポーツ GF8 の、リアシートの倒し方でした。はい。ではでは、失礼いたします。かなほちでした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ではでは。よいしょ。はい。そうなんでね。はい。ではでは、失礼いたします。はい。STI ですね。はい。ではでは、失礼いたします。はい。ちょっと充電してるの。はい。